お疲れ様サラッタです。今日はこちら高回転メガナイトラムやってきます。さあ、なんとメガナイトの進化が確定しました。はい、パチパチパチ、マジで神すぎる。さあ、9月の、半ばにですね、はい、メガナイトが進化します。詳細はこんな感じです。とまあえぐいぐらいにぶっ壊れます。やばすぎる本当に意味わかんないぐらい強くなります。はい、そのーゲーム内に採用される前に、解放される可能性もあるんですけど、現状超ぶっ壊れいかつすぎるノックバック能力を手に入れるんで、ちょっとね、メガナイト大好き勢からするとマジで嬉しい、マジで楽しみですね。早く来てほしいな。もう即課金して、過宝絶対来ると思うんですけど、ちょっと即課金して、杖間だけでもね、暴れられたら最高だなと思ってるんで、よいしょ。いや、マジで楽しみだな。嬉しすぎて、本当に。メガナイト進化？このタイミングでっていう、なんか、もっとね、しばらく進化しないような気もしてたんですけど、メガネシンクさん熱すぎるといったところで、ちょっとネチ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 メガラムでいきます。今日はボンバーやりゴブコウモリも添えて、よいしょ。あ、これね、守らないんで、守らないっていうんですか、形組んじゃおうかなっていうペッカはね、ペッカもそう進化するんですけど、ちょっとペッカ困るな、守るの大変だな。え、でもいい、え、まあ限界ではあるが、耐えたのはでかいか、言うの来そう、でかい相手はまあ流行りのペッカラムね。それは、メガナイトなんで、ちょっとペッカきついんですけど、進化してないし、まだね。この段階で勝てれれば、もう進化ペッカなんか余裕でしょうと。うわ、おもろすぎるな。進化ペッカと進化メガナイトがね、登場です。早く使いたい。早く使いたすぎてやばい。やばすぎこれ、強すぎこのボンバー普通に意味わかんねえぐらい強いな。で、ちょっといい防衛までね、あります。耐えた、熱っ、今の耐えたのやばくね LS ってあるけど止まんなさそう。でかい、残り15秒よ、これ。守れる俺。いや、さすがに。いや、守ります。進化ザップが高回転で。これ落ちないよ、俺。タワー。うわい、メガナイトなんですよね。進化しなくてもなんか嬉しいもんな。気持ちいいな。いや、ノックバック、ほんまに、すべてノックバックできるんですよ。ゴレとかジャイとか。だからなんか今までってクララって形を組むのが大事みたいなね、ジャイプリンスとか、まあジャイスパーキーとか、まあ何でもいいんですけど、ペッカプラス工場みたいな、メガナイトプラスプリンスみたいなね、形組みましたけど、進化メガナイトの前だと意味ないですからね。ジャイプリンスがプリンスジャイになっちゃうかんね。やべえ、ミスった、先行したっていうのを意図的に作れるっていうね。しかも結構後ろに下げるんで、そのままメガナイトがジャンプしていくっていうのもね、優秀です。いや、明らかな壊れだな。ちょ、マジで、まあそのね、客観的に見たら下方白ボケとはなるんですけど、まあそのねえ、使いたい身、ぶっ壊れを使いたい側からすると、下方しないでっていうもうぶっ壊れでいてくれっていう、ちょっと使いたいっていう思いがものすごいあるんですけど
明らかにまあ正しい思想的なのはまあ解放された方がいいんでしょうね。いやでもぶっ壊れ使いたい。おい優秀。さあ相手はなんかあったな、そんなデッキが。ラムです。あ、強い。え、これ強くね。取りになります。金河起動しようとしてんだ。でもコウモリいるからからのゴコスラム。相手もこれラムっすね。うわめっちゃいい。スキまで行ってもよかったかも。おいさあ、メガナイトが頑張ったからね、刺さるんです。進化前メガナイトでなんとかなったらもうどうなんだろうな。いや強すぎるな。まあだから、まあ、メガナイトとペッカ両方進化すんで、まあ、そことの組み合わせのいい、それこそねボンバーとか、まあ、あとウィザードとか、まあ、なんかその辺はなんか強そうね。次も次の環境もね、ほぼね行かなきゃいけない。そう守れないんだ俺。なんか意味わかんなくなってるけどそれでいい。いやマジですごいことなってるけど優秀だな。なんか俺のユニットたち頑張りすぎじゃね。カロナ踏んで LSP もあります。わあいいボンすぎるそれ。だがしかしカウンターというものも存在します。いや高回転でメガナイト出したらさ結構強い。てか普通にぶっ壊れですよね。進化メガナイトは高回転で出しまくるだけで勝てそうなんで、ネタ抜きで世界上位で流行るデッキがもう高回転メガナイトとか高回転ゴブジャイメガナイト的な、もうスケコウモリボンバーザップレイジみたいな。いや強すぎるな。進化ザップレイジのもう高回転進化メガナイト出しまくろうぜみたいなんで、ゴルもジャイもロイジャイも何でも止めれて攻めも十分みたいな完成です。そういうデッキが流行りそうだな。楽しみ。マジで楽しみ。俺は本気で下方してほしくないと思ってます。ショータイムエリゴレやないですか。エリゴレだなさすがに。なんかエイム悪いなんだ。まあでもいやこのヤリゴブリンが良すぎる。メガナイト、いやめっちゃいい。いやらマイトのうわー、いやまあいい。レイジ的な。やべこれ攻撃速度上がってるからなんかちょっと苗ポイント高いな。さあエリゴレか、守れるかな。重要なのは進化ザップか。メガナイトプラス進化ザップなら守れそう。ねちねち行こう。ねち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 。美味しいか。やらめ回ってないの熱すぎる。LSP 強すぎる。LSP じゃねえ。LSP まだ何も出してねえ。何もしてねえけど。いやーいい、進化ボンバー進化ザップ回ったよ。さあ私はこれを本気で守ろうと思います。後ろになんかウィザードとか来ねえかな。都合よく来たわ。話が早いな。よいしょ。え、これそうやばくね。メガナイト、メガナイト、え
やばい。来シーズンさ、このデッキちょっと強い説ない？マジで嘘じゃなくて、え、やばい、メガメガメガ来た。そんなことあるそんなことある。いけ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 、おかわり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 、三連。こんにちは。おい、止まんの、止まん。いや、さすがにメガネ3体は止まっちゃいけませんよと。え、これにメガネと進化加わったらな、楽しみすぎるな。なんか最近ね、進化カードも増えてきたんで、そろそろ進化枠3枚の採用とかも、まあ、可能性としてはありますね。まあ最終進化8枚デッキがあるのかどうかっていうのは難しいとこではあるが、なんか最近イベントでね、進化8枚使えるなんかおもろいモードもあったんで、まあ、可能性としてはなくはないって感じか。いやマジで楽しみだな。なんかほんと今のメガナイトは弱すぎて、まあ環境に合ってないプラスの弱すぎるがゆえに、マルチの世界トップ200メガナイトゼロです。今までそんなことあったかな。なんだかんだ一人二人はね、メガナイト好きな人たちが使ってた気がするんですけど、やめて、痛すぎる。世界トップ200にゼロ誰もメガナイト使ってないなんてことあんのかっていうね、結構びっくりなことが起きてる。え、これアンロック、これ近畿できないですね。ちょっと下手すぎた。さあ、これは近畿できそう。あー、嘘、うん、マジで、うん、下手すぎるけど結構おらい。ザップやめて。うん、なあ、もうさっきからずっとこれさっきからずっとこれ。ラムコウモリいっちゃいてえな。オーブリン、あー、メガネとオールブレイカーや。ラムコウモリってメガネってキンキンしたいです。はい、来ました。これまだ予定通り、なんなら突進入る。おい、強すぎ。金気としたいです。いや、ブラスター強すぎてこれ無理だな、金気絶対に。あちょ、マジ下手すぎる今。やばい、金気とされない、許された。よし、暇すぎ、ケツラムしちゃおう。え、まずそれは勝手に来た。いやー、まあザップ使ったし、もう1コスで。なんか微妙だな、俺のしたい感じじゃないんだけど。え、待って、ミスった。さすがにそんな受けをするはずがなく。やばい、なんかマジ寝てるけど生きてる。え、じゃあ、あのお遊びは終わりね。ちょ、マジやばすぎるか、プレイが。違うねんな、本当に俺のしたいプレイじゃないねん。まあこれでロケホは単品でこんにちはして、まずそう、これでいい。うん、事故らんか。いや、いいゴブリンすぎる相手。いや、マジなんか相性良さそう。ブラスターが飛べ、ザップ打ったら神ザップにもなってが、おい、さあ早めに組んじゃおう。進化ザップ打ったら、あなたさん、これ飛べるのむずくないですか。止めないでください。メガナイト入るわ。
おい、ナイスやば、メガネードプリンスの真正面にラム出した時やばかったな。生きて帰れるんだ。いや、ちょ、回転早いの助かるわ。マジで助かる。進化ザップもなんだかんだ優秀で、高回転ザップ回しもね、便利だ。さあ、ダガーの時点で結構エリゴレとか濃くなってくるっすね。エリゴレ濃くなってきますね、どんどんね。スケからのやりゴブで、相手のダガーのエネルギーを失わせて、微妙。やばい、なんかやばいことになりそう。痛い。ちょ、暇なんで。え、これで進化ザップ回せるの強くね。ネクストね。え？いや、これ遅れてのゴコストラムマジ行きてえな。そんな都合よくペッカとかないやろ。おー、いいんじゃね。彼の遅れてコウモリも強そう。え、マジで熱い。今のスケキンも4コスだし、ヤナメ打つまでにコスかかるし、なんならここで今ザップ打っとけば、うわー、天国プランも見えたが、進化ボンでも幸せになれそう。ヤナメ、ヤナメ使わん、使わねえと折れるぞタワー。え、安全飯来た。ちょ待って、安全飯今頃使ってるやついんの？うん、弱っ安全飯来た、弱っ。ゴブリンマシーンっすね。え、なんかさ、今シーズンでも一応強化されてたっすね。今シーズンっていうか前回のバランス調整で、なんか微妙にさ、ハンターが強化ったのなんかあったんですけど、まあムートが強化とかね、一応ゴブリンマシーンも強化されてたうちの1枚ではあります。はい、なんかまあヘッポコすぎてあんま触れられてないというか、誰も触れてない、あんまどころじゃないっていう。マジでかわいそうなカードではある。まずい、なんかマサネくん話が変わんな。なんかやべ、なんか豚一票送ってる俺。マジやべえか、そんなつもりはない行くしかないよな、こんなもん。一旦行ってから考えよう。進化ボンもある、いっぱい小物もいる。安全飯まずいが、一旦行ってから考えることも大事だったり。折れるか、やばい、やりこぶ。おい、まずいか、もしかしてこれってまずいって言うかな、さすがに。おつういや、なんか守るのむず、なんだそれ。勝てそう。ヤナメ使ってよ。しかもこのさ、ザップとか打つことによってメガナイトが残るんですよね。と、熱っ、勝ったやん。おい、ナイス。マジでメガナイトなんかこう見ると強くなって気になるけど全然まだ進化してない。実際たまたまロイグとか引けてんのが熱いな。いや、もう手札も最高。あ、マジメガナイト天国です。マジで毎日メガナイト動画あげます進化ペッカにも触れたいけど触れない。ブラスター、残り物を節約、こじきスタイル。君もメガナイトなん、これまずいな今のザップ。いや、禁忌するよ俺は。でも何があっても後ろにいると来てから考えよう。やばい、進化ザップ使いたくなかったけどね。まあこれでキング起動できんならいいでしょうっていう話よね。また貯めればいいさ、進化なんてさ、すぐ貯まるぜ。相手もメガナイトかいや、みんな喜
喜んでんだろうな。メガナイト進化やーっつって明らかに増えた。みんな幸せなんだ。やべ、下手すぎるこれ。え、あ、まあまあまあ、インドラとか言ってもおかしくないんですけど全然来ないの。熱いこれ。後ろのヤリゴブが優秀すぎる。なんだこれヤリゴブリンってこんな優秀だったんかおい。うわー気持ちいいこの一本。さあまあディガを拾うように出して確実にね。相手さこれないんかな。インドラこんなインドラないことある。やばい、サンドイッチがすごい。あ、でもギャング、ボンバー強すぎんだろ。うわぁ、メガナイトってなんか最高だな。いや、もう楽しいよな。いや、メガナイト、神環境来ます。神環境かどうかわかんないけど、俺にとっては神環境ですよ。メガナイトがいればそれだけでいい。どんだけ理不尽だっていい使ってと思うんだろうな。強すぎだろバカがっつって加工しろって思うんでしょうけども、それだっていい。なぜなら今世界トップにはメガネとかいないからいるだけでいい。最悪世界1位から10位とかみんながメガネと使ったっていい。まあ楽しみだな。でもそれだけペッカッん？ペッカっぽいか、ロイもあるか一応。お、ユーノが出たので、マザネクはやめてね。まあ、来た瞬間踏むか。古速な手札回し。これでね、進化ザップ進化ボーンを最速で回して俺の方が有利にさせる。よし、これでいい。これが完璧な戦い方。ふふふふ、え、これ月メガの方が良かったか。あー、いいボイド受けや。これまずいね。これはね、まずいよね、多分。まあ、ボンバー使っちゃうか。ボイド使ったし、ね。いや、まずいと見せかけて。まずいね。え、なんか熱くね？その、相手のザップによって助けられたみたいな、否めんけど、いいや。ラッキー。さあ、耐えました。いや、これラムコウモリ行きたいな。なんか被ったらラッキーユニットと。そういう被りは嬉しくないな。強すぎ？何なのか。まあ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 、いや、なんかなんとかなりそう。ふふ、マジでなんとかなって。え、まあさすがに逆ね。
マンパス？やばい、ボンバーがマジ天才すぎる、こいつ。何？何様？ボンバー様？やばい、このラム何様？やばい、ヤンキーすぎる。だがしかし意外と良かったりする、こういうのがね。一発？惜しい。これでペッカつけられんのか、怖いな。勝てそうてか相性いいんだろうな、これ。さっきからずっと相手きつそうだもん。なぜならメガラインとか高回転で回るから。お願い、祈ることしかできない。逆に祈ることはできる。でまたメガラインとか回んねんな俺。ラムライド入ったよ、熱っ。え、マジ、高回転メガネとそう、こっから進化するって考えたら異常よ。それではこっちだけお願い。時間稼いで、おい、いいとこ持ってくじゃん。え、普通にペッカに勝てんの嬉しいんだけど。ね、ラム、ナイス。参るかもしれません、メガナイトはね。来月。進化したらね。可能性の獣。楽しみだ。さあ、流行りの迫撃砲かな？よこ、ヤナマル1、悪すぎる。え、待って、違う、ザップよ。いや、ヤナメもあったな。なんかちょっと違うな、俺の思ってんのと。ヤナメザップボンバーギャングか。オブジェイ？なんだろう。あんま見たことないデッキだ。こういうのわかんねえんだ。シンガーザップもあんの早すぎん？いや、まぁ、迫撃砲っぽいんですけど、なんかちょっと違う。ソウルコール来ない。エリゴネ？いや、わかんねえ。ペッカとかやめて。で、これで竹がね、ラムに行った時にこのうちのメガナイトは飛べんねんな。え、できーけど相手のデッキ何これ？ジャイかな？マジわかんないんだけど。ちょっと良かったんだけどな。マジちょっとだったな。いや、これはね、守る選択肢を取ってみるのも面白いかもしれない。760守れんのかって話なんだよ。守れるらしいです、ゴーレムも。え、いい防衛すぎん、もしかして。あれ、ああよかった、その、え、待って、よかったじゃない、落ちんわ。え、やべ、え、落ち、え、お、じゃあメガネタンが出さずにラム防衛してきゃさ、ゴーレム普通に守れてたわ。進化ザップで落ちんのかい。進化ザップ3発の合計ダメージ数教えてくれやい。もったいの。ね、ラム消しときゃよかったね。ったく。
くね。またですか。もうお腹いっぱい。いやーもうジャイスケラか。ジャイスケラかもう。おちんぱんですよ。えぐ。やってことやばいってことでしょ。やりこび優秀すぎんな。ラーメン行きたいです。いやボーリー嫌だな。って言うとボーリー大抵来るんですけど。え、良すぎるその受け相手の。これで多行ね。ラムにしてメガネと延命するっていう。いいよ。え、ダメージリード来てる。しかもなんならボンバーまで使わせます。いいよ。流れはちょっといいな。マスケラの受け、まあ、やりこぶもボンバーもエレスピもある。結構いいデッキ考えたか俺これ。もしかして。いや、防衛ラムだな。相手がジャイ来ようがゴレ来ようが結局。防衛ラムをしなきゃならないが。うわ、マジで激しそう、これ。進化ザップ回せてないのもきつい。この雪玉普通に相手いらない。やりこぶに打ってればいいのに。ほら反省してる。あれっつってなんでっつってやりこしたっつってのおっとですね。マジラッキーすぎる。いやダメージ稼いでくの大事な気がする。相手ちゃんと折れるって分かったんだ、偉い。うわー、え、メガナイトめっちゃいいやん。なんだこいつ。さすがに止まんねえし、これ。うえぇ、いや、気持ちいいね。さあ、超高回転メガラム。可能性がありますよ、と。いや、こっから進化するって考えたら、マジで楽しみすぎんな。というわけでね、皆さんも、ぜひ来シーズンは、メガナイト使いましょう。進化してないメガナイトを使うのはね、今日が最後なんじゃないかなと思います、メガナイト。では、来月、お疲れ様でした。またにね。